画面向かって左、黄色のユニフォームがギラバンツ北九州、右、白のユニフォームは FC 今治です。プレーオンです。北九州が奪っている。さあチャンスになる北九州、シュート打っていった、滝本の長い腕、なんとかここは防いでいきました。不本意な1年となりました。13試合出場はとどまりました。頭で合わせてチャンスになる佐藤亮、2試合連続得点中。グラウンダーで行く高澤、決まりました。先制は北九州。前半15分、高澤の1試合ぶりのゴール、今シーズン2点目を挙げています。まあ、橋川監督は一昨日の時点ではまだラルフは出場ないかなと話だったんですが、インディオポストに当たる。決定機を迎えた今治、ポストに嫌われる、そんなシュートが2本。インディオ、山田ボーチ直していきましたが得点とはならず。さあまだまだ波状攻撃になるか。インディオです。ヘディングシュート、もう一度決まりません。1本目、ラルフのボールコントロールの後のインディオ、このヘディングもクロスが入る。中央だ、インディオ、下口、リフレクションあった、よく止めた吉丸、ファインセーブ吉丸。いや、ただ先ほどのこの吉丸は手前ギラマンツの選手に当たった中でのディフレクション、よく対応しました。スタジアムでのプレー確認しながらというところも十分あります。中川だ、中川のシュート、わずかに右。手元の時計は40分に向かっています。長いボール、さあサイドチェンジでカウンターになる佐藤亮だ。自分で行くか、佐藤亮、佐藤亮切り返してシュート打った、こぼれ球決まった。2点目は藤川、滝本の腕を弾いたボール、最後は押し込んだのは藤川虎太郎。藤川2試合連続の得点。最後は当てるだけ軽やかに藤川が決めていきました。さあ先制ゴールを決めている高澤がどんどん自分の力で上がる、折り返す、左足のシュート、高澤2点目、鮮やかでした。今日2ゴール、高澤。ギラバンツ北九州3対0とリードを広げます。ないというところで決めていきました。相手の動きも永田がうまく対応しました。もう一度作り直す、ラルフ、後ろから中川、吉丸ファインセーブ。ここも吉丸、上原、タッチラインを割ります。そして長い笛。ギラバンツ北九州、今シーズンのホーム初勝利、そして2連勝。